はい、こんにちは、ジャモです。今回は、囲碁の師匠カタゴにね、置碁挑戦していくシリーズということで、やっていこうと思います。まあ、前回4子でね、1回やられちゃったんですが、まあ、引き続きね、4子局打っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。さて、ちょっと挟んでみますか、今回は。ほっとく。どうなんだろうな。ハサミに手抜いて植え付けられてんのと、かかりに手抜いて両がかり食らってんのと、どっちがあれなんだろうっていうのはさすがによう分からんので、まあ一応受けて打ってみましょう。多分かかってくるんじゃないかな。そうだね。これもじゃあちょっと挟んでみようか。結局どっちから動いてくるのかなと。そっち飛び出した。まあ、これは受けましょう。両がかりしてくるか。なるほど。そういう感じか。上辺で戦いになるのかな？あ、まあでもかけてくるんだったら別に封鎖はされるけど死ぬわけじゃなさそうだよな。そうだね。まあ、飛びますか。ちょっと滑るかチラッと迷ったけど、滑るとか張っていくとか。そうね。まあこれだったらちょっと露骨にぶつかりまで決めてから抑え込んじゃおっか。ぶつかって、羽まで打って。ああ、そういう感じになるのか。今ね、伸びたら、つけてるところね、抑え込んじゃおうかなと思ったんですが、跳ねてくるんだね。これ切って継いだらどうなるんだ？切って継いだらどういう風に打ってくるんだろう？引くのかな？まあちょっとわからんけど、見てみますか。切って継いだら、ああ、ここで跳ね出すのか。これ切れないね。これ切れないけどさ、押さえ込んで上叩かれて繋がれて、隅に戻して。だったら、まあ、隅の地もそれなりにでかいんじゃないのかな。まあ、叩き食らって突き出されて繋がれるっていう形も悪いっちゃ悪いんだけど、あるいは伸びるかだよね。これ切ったら多分、なんかうまいことやられそうな気もするんだが、伸びておくパターンなら頭は出せてんだよな。伸びて繋いで抑え込む形だったらまだやれそうな気がする。だから伸びた時多分繋がないんじゃないかな。切らずに伸びましょうか。切り多分ダメだよね。ちょっと。あ、でもダメってこともないのか。あ、なくはないか。あー、なくはないか。じゃあ悩むな。まあでもちょっと中央の厚み意識して伸びで打ってみますか。ああ、いや、微妙だな。どっちだろう。切る。切ると。当てて突っ切られて噛んだ時に、一回下がってくるかな。切って隅破ってくるだけであれば、そっちの方が打ちやすい気もしてきたな。悩むね。まあ、切って当てて伸びて下継がれた時が一番めんどくさそうかなという気はするけど、押さえて切ってきて三目の方を押さえ込んでも下跳ねられて鬱陶しいもんね。
だったら伸びておくか、やっぱり。伸びても割り込んでくるんだ。はあ。まあでもさっきの流れからすると上から押さえなきゃいけないね。で、当ててくるなら抜き抜きになる。当ててくるなら抜き抜きになるね。告げないもんね。当ててくるなら抜き抜き。まあこれは黒勝るような気がするけどね。切っといて手厚いんじゃないかな。まあ勝るというか、白の厚みも働かないから、隅は破られてるけど、上辺死ぬことはないし、これだったら、やれるかな？三三来る。まあ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 、譲って開きましょう。高くかな？低くかな？打ち込みがね、ちょっと高いと嫌だけど、まあでも低いとそれはそれで上から圧迫されそうなのが嫌なので、どっちか悩ましいっすね。まあ高く開くか。この辺もな、ちょっと結構好みが出るというか、そんな感じはあるんだけどね。左辺を地にするように突き出していくか、まあ、もしくは隅を大事にした方が、厚みとしては生きるのかな。どうなんだろう。まあどっちにしろ当ては打つけど、ここでねどうするかだね。つなぐか出るか、つないで打ちますか。うん、ほっとく。ほっとくなら一回覗きたいな。ほっとくならちょっと攻めたいですかね。ああ、そうか。当て込む手効いてるから桂馬でいいよねってことね。これ並ぶのかな？筋的には。並ぶのかな。つけるとね、それはそれでって感じだよね。微妙。並ぶのかな。ちょっとなんとも怪しいけど、うわ、無視して詰めてきた。あーでもそっか、切れないんだ、よく見るとひどいな。こういうことやるからダメなんだよ。こういうことやるから良くないんすよ。星に肩ついて受けたらね、植え付けたいけど絶対飛び出してくるしね。これもう騙されないぞ。これしっかり飛んどくか。次こそできるぞと言ってみる。次こそできるぞに対して隅で行きますが何かと言われたという感じですね。2、4、6、切り離しても生きられちゃうよということだけど、まあ切り離すでもね、しかも空き三角なんだよね。まあでも切り離して打とうか、ここまで打ったら。置き決める。これはでも、下遮りたいな。はい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 。なるほどね。それでしっかり来ましたよと。まあでも、上止めて打てないこともないんじゃないかな。どうだろう。わお、ここでそこ入るんだ。まあでも帽子かな。角来る。まあ、つながって打つか。つながって打つ。相手つけてくる。あっさり荒らされると甘い気もするけどね。
まあでもちょっと手厚く中央打ちましょうか。そうね。そうね。まあっさり生きた感じか。さすがにこうなるとなんか中央に打たざるを得んよな。この辺かな？難しいな。その辺来るわけか。そうだね。防止しても飛ばれてあっさり繋がっちゃうか。厚みがね、ちょっとでかいんだよね。かといって厚み側から追いやるのも、あまりうまくいきそうにない。ってなると一旦受けんのかな。でも囲うとね、あんまり良くないんだよね。こういうの。ハサミつけてみるとどうしてくるんだろう。ハサミつけてみようか。右ついだら飛ぶ。右ついだら飛ぶかな。いやでもね、飛んだところで切り別に痛くないよって言われちゃう話でもあるんだよね。まあでも中央のタイルを立ちつつ、次左上の隅跳ねる手がでかいぞと言ってみたら、左上に回る。なるほど。でもこうなるとあれじゃないの、今度は中央防止がいいんじゃないの。どうすか。あー、ここで切り、ここで切りに来るってことは、まあ下辺の黒をいじめながら捌くぞという構えだね。これもなんかやだね。まあ、つながられるわけにはいかんからこすむんだが、そうだね。三線の石引っ張り出す手がちょっと見れるから、嫌だね。嫌だね。実に嫌なやつだな、君は。これどうするか。一目、こっちの一目抱えとくと、出切りにも緩和してるっちゃしてるのか。ちょ、一旦ここは打っておこう。あー、当ててくる。今度は下辺を打って。あっさり収まってしまうのか、これ。ちょっと当てますか。両当たりじゃなくて、下側から当てようかな。いやー、わかんねえ。わかんないけど、そこに来そうだよねっていう話はある。しっかり種石、桂馬で、付け越して取っておくべきなのか。右辺側から圧迫するべきなのか、どっちなんだいと。わかんねえ。まあ一応こっちから圧迫していきます？ついできた。出たら竹譜かな？まあ竹譜ならそれはそれで。竹譜だね。辺をしっかり桂馬で、桂馬で、辺をしっかり星のとこで受けて、まあでも下辺な、こすみ出されて嫌な感じになるのかな。なんとも言えんところになってきたな。うわ、そこ付け越してくる。それはまたなんとも。へへへ。へへへってなるね。継ぐのは？いや、引くのかな？引くのかな？いや、それもこすまれたときわかんねえな。あさみつけねえ。
これ中央取れるんだったらね、なんか下辺譲歩してもいいんだけど、取れるかがね、ちょっとはっきりしないところが嫌なところだよね。出てこすむような手でどうにかならないかね。これでも取れないと損なんだろうな。下辺をね、いいっすよって言って当たりを打たれた時だよね。ここでこすんで中央が本当に取れてんのっていう自信ね。いやちょっとわからんねこれ。うわどうだこれ、やめるか。やめるつもりなら引くんだよなきっと。ちょっとわかんないわ。あーつけてくる。そうね、つけか。跳ね出して竹歩にする方が、まあ周りを固めながら攻めれてる感触にはなるか。そうね、ぶつかるとズルズル出られるんだよね。それじゃちょっと嫌だから。跳ね出して竹歩にして当たりして出てくるんだったら一回、伸びてっていう形で打ってみますか。そうだね、これはまあ裁かれてるよね。当たり当たりで抱えて周り固まったと言えんくもないが、まあ、やっぱりここで収まってるっていうことの方がでかいもんな。中央生きられちゃったもんね。そうなると左上の桂馬を打たれてんのがめちゃめちゃでけえっていう話になるからよろしくないよね。そうなんだよ。中央荒らされた代償がね、しのいでさえしまえば左上の桂馬がめちゃめちゃでかいですって言われて、その通りだわってなってるもんね今。となると下辺攻められますかって話なんだけど、そうだよね、今コスミつけたら跳ねてさばいてくるよね。桂馬払うべきだったのかな。そうですか、嫌だね。跳ねてもね、覗き打って切り打って引かれてて、なんともなーって感じだよね。まあといっても形的には跳ねるぐらいしかないんだろうけど、ああまあ単に切る、伸びられて、そうねー。これはどうだ右辺。桂馬に打つ方がいいのか、一目切り離す方がいいのか、どっちなんだろう。ちょっとわかんないな。こっちから打つのか。一応こすんでみて押さえるのかな。はい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 、なるほど。
伸びる形がちょっと良くないんだよな。押しで地ならって感じだが、ああだからちょっと切って下から打ってくれるんだったら押して踏ん張る、ああ押して踏ん張るか。これなら押して踏ん張れそうかな。当ててくる。これは逃げないで抜いた方が多分いいのかな。逃げるともう一発当て聞いて押さえが当たりになっちゃう。そうね、単に抜いた時にまあ3目当ててついで、押さえ込まれた時は、下から当たりして当たりして打てるよな。抜きますか。はい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 。ついで、そうなるわけか。あー、てかこれに当てちゃダメなのか。これに当てちゃダメなのか。あー、2目を当てなきゃいけない。ここでぬくと切ってくる、抜く、切る、つなぐ、下辺が死ぬ。ちょっと待ってつながなきゃダメかな。あれ、ちょっと待って、これつながなきゃダメだったら悔しいね。あーでも繋がなきゃダメか、これ悔しいは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 い。でまあ一応ここでもう一手かければ、なんとかなってはいるのかな。そうだね、割り込めるのかな。割り込むと怪しいのかな割り込むとちょっと怪しそうだな。これだったら全然中央まとまってないな。しかも付け越してくる。そうだね。いやでも今当てたらこれ白も結構無茶をしてるね。これ今当てたら中央多分抜くんだな。当てたら中央抜く、切り離す、中央の3目取られるけど、それなら辺の石取れれば悪くないのか。いやーどうだろう。あー振り替わりがよくわからないね。まあでもこれは切りたい。あーそっち継ぐか。あーでもそっち継ぐなら抜いて、抜いた時伸びる余裕あるんだよな。
一旦伸びて、あーでも押さえくら、あーそっちに戻される。コスんでくとどうなってんだいっていう。コスミじゃないか、当てるのかな。いやーちょっとわからぬ。妥協するならグッて押さえちゃった方がいいのか。しっかり繋がって打つ。かなぁ、どうだろう。そうね。押さえて打ちますか。まあこれはつなぐ。あ、全然妥協できてない。あ、そっか。バカな。いや、そっかそっかそっか。何を言ってるんだ。そうだね、跳ね出されてダメなんだ。こうなるとでも切らざるを得ないから、まあ2回、当てて突き出してまで打って跳ねてこう争う形になってるか。いや、まずいねこれ。そうか、まあ出まで打たなきゃいけなくて、で跳ねてこうやるしかないよねこれ。そうだね。まあこれに当てて、こう争うしかないですね。そうだね、これはコウ立てが、コウ立てがちょっと、これしかないなぁ。はい。さあ、切り、ああ、そうか。それで聞いてんのか。当ても聞くもんね、そうなると。中央取れればって話はあるのかな？曲げて、まくる手をこう立てにする？曲げますか？あ、受けるんだ。はあ。そっか。ああ。うわー、ちょっとダメだな、形が。いてて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 て、はい、これ中央4目当てる手はコウ立てになってる？
確証がない。割り込みは効いてるかな。繋いで切られたとして、あ、なってないのか。あれ、甲立てになってないのか、それ。中央切る、中央取るしかないか。いやー、そうなのか。いや、まあ、とりあえずこれ聞くか、これは聞くか。はい。上辺取られても、右辺取れてるなら、いけるか。ぐー、上辺取られても右辺取れてるならいけるか。ちょっと待って、まくるんだ、中央まくるんだったら今か。あれ、どうだ。ちょっと待って、今解消して上辺打たれて、右辺取って中央守られてて、地合いどうなのってなった時にはやれんこともない気もしてるんだよな、それなら。いや、いけるか。2、4、6、8、10、2、4、6、7、8、9、10、40、50、60、70、あー、ちょっと待って、どうしよう。抜くし、抜くでしょ、抜くで、抜いた後の形が一応白からね、一応僕抜けば生きてんだけど、多分コウ立て連打してくるから、まあもう一手かければ取れますよという形ではあると。で、その時中央守ってきて、地合いどうなんだっていうことだよね。いや、まあ抜きましょう。コウ立てが続かない、どっちにしても。おっと、おっと、あ、それが効くと後手一眼があるから。いや、でも下がれば、いき、下がればあれだよね、取れるよね。これ3目当てとく方が良かったりする。いや、違うな、隅とつながってる方がいいのか、やっぱり。はい、辺下がって大丈夫だよね。これで振り変わる。おや？おや？それは？目作るとこが利きになるとって話だね。じゃあ逆から当てて、本当か？いやー、ちょっと待ってくれよ。
や、わかんねえ、これ。怖っ。いやー、まあでも、これ、あ、そこで這うのか。押さえると?あーあー、いや、でもこれ2目取るしかなくて、そこで当て打たれた時に、はあ、そっか、何それ、ちょっと、そうか、当て打って繋いだら、繋いで次中央と切り離して、あー、見合いだ、なんだこれ、ダメじゃん。あ、そっか、はってメモ地でダメなんだ。うわー、あー、そうだね、確かに。当てる、当てる、つなぐ、つながれて、中央守って、切って当てて、つけてダメなんだ。そうだね。ぐえぇ。うーわ、マジか。ああ。やられましたね。ありがとうございました。はい。そうだね。んー、まあ、中央まくればまだいいよと言ってるけど。そうね。まあ、まくれば取れたかもしれないけど、ここを生きられてるのはダメだよ。そっか。だからこっちから当てるしかなかったのか、やっぱり。いやさ、こっちから当てて中央守ってもありだなとは思ったんだけど、なんか、これに目取った時に隅味悪いのかなっていうのを思ってたんだけど、まあ、さっきみたいにダイレクトに手になってるんだったらこっちの方がマシだわ。ハサミ付け食らったりしてちょっと気持ち悪いかもとか思ってたけど、なんとかなってるよね、それは。いやー、ひでえな、しかし。なるほどな。そうか。いや、ここちょっとね、逃げ出してくるっていうのは、なるほどな。ああ、まあそうか。どうせ守るならここで抱える方がいいのか。なるほど、なるほど。はい。ということで、まあ今回はこれで終わりにしようと思います。4支局2連敗しちゃったんで、次負けたら5支。まあ次勝てたらね、また3支でやっていこうかなと思います。ということで、今回終わります。ありがとうございました。よいしょー。